では3つ目のキーワードに行きましょう、はいはい、器だけじゃない陶芸の魅力、はい、ということで、はいはい、先ほどもちらっと出ましたが、陶芸教室とかいうと本当にお茶碗とかお皿とかカップとかこうそういうふうに思うものですけれども、どうも器だけじゃないんですって、陶芸の魅力って。さっき見せていただいた大石さんのオブジェ、はい、オブジェもありましたけれども、うん、やっぱりもっともっと陶芸の魅力って深いもんですか。そうですね、うん、北海道ってこうやっぱ冬で寒い時期が半分で、うん、1年のうちに、はい、で、うん、そうなるとこう焼き物ってやっぱ土を扱うものですから、はい、やっぱりなかなかその焼き物の文化が浸透しないしね、うん、だから例えば本州に行くと粘土屋さんがあって、うん、まあ、釉薬、このガラスのコーティングされた釉薬ですね、釉薬屋さんがあってって、その素材を扱う業者がいっぱいあるんですけれども、うん、北海道にはまずなくて、で、まあ、焼き物に関しても北海道の作家さんたちはもう冬はやんないでって人も中にはいるくらい、もうその工房に粘土置いといたら固まっちゃう、凍ってしまうっていう環境なので、はい、なかなかその適している土地ではなかったんですね、今まで。今はもう暖房もついてるから大丈夫ですけれども、はい、そうなるとこうやっぱ焼き物の文化っていうのはやっぱちょっと遅れてるったら失礼ですけど、まだまだこう掘り下げれる部分がたくさんある。言われてみれば気候のことがあればやっぱり大きいものはちょっと難しいんでしょうね、うん、北海道の気候でいうと。はい、うん、ってなるとやっぱりその、まあ、器だけじゃなく、はい、本州には今みたいに、まあ、簡単に言っちゃうとオブジェなんですけれども、うんうんうん、その土の表現を、土で生まれるその表現を生かして、はい、こう展示、美術館とかに展示する作家さんもいっぱいいるんですね。でも世界的な有名な作家さんもいるんですけれども、はい、なかなかそういうのが、そういう方たちが北海道にやってきても、はい、なかなか浸透しづらい、うん、来てるんですって、うん、私もちょっとさっき教えていただいて、はい、お名前を見てもやっぱり分からなくて、はい、すごくもう有名な、こんな人がっていうね、はい、うん、大石さんが小躍りするぐらいの有名人が札幌に来てるのに、はい、みんなうーんっていう感じなのがね、残念だとおっしゃってます、うん、残念ですね。ねえ、まあ、最近はちょっとよく本当本州の方が来てくれて、はい、よく展示もしてくれるようになってきてるんですけれども、まだまだその焼き物っていうこと自体には、はい、まあ、お皿とか茶碗とかだったら分かりやすいんですけれども、うん、やっぱそういう表現、はい、土でこう生まれる表現とか、そのオブジェみたいなものをなんかこう発信するのがまだまだなので、うん、まあ、そういうところもこう、うん、もっとこう焼き物の教室も通してでもなんか発信できればなと、はい、あ、はい、なるほど、うん、あれですね、そういう陶芸のオブジェに触れるっていうのが多分ね、今ご覧の方も陶芸のオブジェって壺みたいなのとかね、 はい、あるんですよ、そういうのもあるんだけど、うん、もっと違うんです、うん、もっと大きかったり、そうですね、あと本当に物語が浮かぶような、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、そうね、そういうものを集めてどうですか、将来の夢としては。将来の夢としては、はい、そうだな、一番やっぱ近いものとしては、はい、まあ、そういう自分の作品をこう札幌で、うん、札幌でちょっと個展できるようになればなと考えています、はい、でやっぱりこう教室をやりながらやっているもので、はい、なかなかそういう機会はね、みんなとこうスタッフと相談してやらなきゃいけないもので、なのでそれをちょっとでも来年、来年、再来年どうなるか分かんないですけども、はい、うん、近い夢としてはそれを個展をやるっていうのをちょっと説明させたいなと思います、うん、こちらの工房さんでだんだん腕を上げた生徒さんたちがね、じゃあお皿だけじゃ飽き足らず、ちょっと家の玄関に飾るこんな、はいはい、こういうの作ってみたいんですけどとかっていう人も、いいね、はい、いや、はい、見るのがね、見る方に慣れてくると、うん、そういう人も確かに私増えてくると思いますね、うんうんうん、そうですね、うん、だからもちろんその器っていうのはやっぱ焼き物のベースでもちろん作んなきゃいけないんですけれども、はい、まあ、それとはちょっとこう視点を変えて、そうですね、土自体っていうのをテーマにして、うん、なんかこう世の中に、ね、うん、こう発信できればなと、はい、皆さんに、はい、どうですか、できればなと。またステレオタイプでなんですけど、そういうののこう成功イメージって言うと私こう
銀行のロビーにダーンとか、あ、マンションのエントランスにポーンとか、はいはい、なんかそんなイメージがありますけど、はい、それももうできるんだったらもうね幸せなんですけれども、個人的な中理想としてはやっぱ外でなんかこう知らず知らずのうちに土木と馴染んでこう立ってるとか、うん、なんか本当にこう地方に行くとお地蔵さんとかこう、道祖神っていうのかな、はい、そういうものがこう何気なく立ってるっていう、はい、作家は誰だかよく分かんないけども、そういうものがこう立っている、でなんとなくこう見て、うん、おこんなの誰か作った痕跡があるなっていうのを、うんうん、まあちょっと気になるところがよくあるんですよ。裏見たら多いしってこっちちゃったり、そういうのだとちょっとねいいですね、うん、なんか本当にその自然の環境とマッチしたの、うん、マッチったらちょっとおかしいんですけども、陶芸のアーティストってこういうこと思うんですね、はい、そうかもしれないですね。理想を今日、理想を聞くとそういう言葉が出てくるんですね。なるほどね、そうかもしれないです、どっちかというとやっぱ自然こう土から土を使って焼いてで形にしていくので、やっぱできることならそう土に返すわけじゃないんですけれども、それでこう土に戻すっていうのかな、そういうこうアプローチがしてみたいなっていうのは。本当にこう、はい、陶芸って自然と一体になれるアートなんですね。あ、そうですね、なるほど、こちらの教室に来て、あともうずいぶん生徒さんもいらっしゃるみたいで、いっぱいこう並んでるんですけれども、じゃあ下の方にホームページも貼っておきますので、よろしくお願いします、はい、教室の方もぜひチェックしていただきたいと思います、はいはいはい、お願いします、今日のゲストは丸山工房の大石俊久さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。